ルートルーパーズ自衛隊漂流戦記とは、浜松春日による日本のファンタジー小説である。悪の大国の侵略から世界を守るための対抗手段となってくれる勇者として、魔法の力により地球から異世界へ召喚された陸上自衛隊と海上自衛隊の戦いを描いた作品。全10巻。2018年7月時点で、累計発行部数は23万部を記録している。 本作はかつて航空自衛隊に入隊していた作者が退職した後、高校時代にネット上にて連載していた作品をリメイクし、2011年より小説家になろうで連載していたものを出版したものである。執筆にあたって防衛省、自衛隊の協力を得ており、第一輸総隊の輸送艦、下北第一潜水隊軍及び、 潜水艦教育訓練隊が協力に当たっている。武力紛争解決のために編成される国連軍に参加するため、海上自衛隊の最新 a い g 護衛艦、伊吹を機関とし、輸送艦とヘリコプター搭載護衛艦に陸上自衛隊の部隊を乗せた自衛隊の国連平和維持軍派遣艦隊は、紛争の発生地であるアフリカへ向けて洋上を航行していた。しかしその途中、 舞台の前に突如翼の生えた謎の少女が現れ、彼女が放つ謎の力により、自衛官たちは一斉に気を失ってしまう。その後、意識を取り戻した自衛官たちは、全員が無事であることに一安心するが、今度は GPS を受信できないなどの異常が発生し、原因不明の事態に混乱する。だがそんな彼らに追い打ちをかけるように、空から信じられないものが飛来してくる。 なんとそれは、翌朝10メートル以上は、ある巨大な鳥だったのである。そして自分たちがいる、はずの地球上では見ることのできないその姿を、目撃したことで、自衛隊は、ここが異世界であることを自覚する。なんとか安息の地を求める、自衛隊は、友好的な態度をとってくれる現地のマリースは、南海連合王国と接触することになり、 交流によって両者は良好な関係を築きかけるが、その最中にマリースア国はフィルボルグ帝国の侵略を受けてしまう。目の前で殺されていくマリースアの人々や燃え盛る街を自衛隊としても国連軍としても見捨てることができなかった自衛隊は異世界の戦争に介入することを決意、自動小銃やイージス艦など数々の近代兵器を 駆使しかし戦いに勝利したものの、元の世界に帰る方法がわからないため、この世界で暮らしていかなければならない自衛隊であったが、それでも希望を捨てず、戦いを経て友好国となったマリースア国を拠点としながら、戦乱の世に苦しむ異世界の民を救うため、 そして帰るための方法を探すために異世界各地を駆け巡っていく。人魚にダークエルフなど次々に現れる助けを求める者たちに自衛隊は可能な限り救いの手を差し伸べていこうとするのであるがそんな彼らの前には様々な能力を持った異世界の怪物たちがそして侵略の邪魔されたことで自衛隊への復讐にモエルフィルボルグ帝国が立ちはだかってくる。 そして戦いの裏では、異世界と地球の時空が、自衛隊が召喚された影響により、異変を起こし始めていたのであった。陸上自衛隊海上自衛隊エルフマリースは、南海連合王国フィルボルグ継承帝国、光母教異世界地球詳細は、各項目のリンクを参照のこと、ありがとうございます。